とも、ハビネスサークのハビネスです。ワンプライム、座っていこう、略になります。やっていきたいと思います。今回はですね、アクリットっていうね、セカンダリ武器でソーティーをクリアすると、まあもちろんねレベナントの、アビリティも駆使してですが、まあアクリットね人気ないじゃない武器だと思うんですよ、ぶっちゃけ。まあ俺も今回ソーティーで使ってるんですけど、これ補助武器だなっていう感じの雰囲気がねものすごく出てたんで、まあ、あえて今回はですね、モッド構成を60属性のね、炎とか氷とか電気とか毒とかそういうのプラス 60% ダメージ与えますよって、与えるっていうか、まあステータスを向上させて、で状態上確率も上げるよみたいな、まあそのモッドを4枚バッと刺して状態上確率バカに上げたやつと、あとはねガルバナイズド系のね、セカンダリマーシュレスだとか、まあそういうのを駆使したやつを紹介してますね。で今回のこのアクリットって、まあ特殊能力結構面白い武器で、あの確定毒なんですよ、おーみたいなあの刺さると絶対に毒がかかりますよっていう武器になってるんですよ。だから毒属性のモッドを入れる必要がなくて毒ダメージを発生させることができるんですね。でそこだけ聞くと、あ結構じゃあ新王との相性いいんじゃないのとか結構思ったりしますよね。まあ、ただ精密射撃精度 100% の100の精密射撃武器なんで、まあはぁーみたいなAOE ねえのかみたいな風に思う人もいると思うんですが、まあそこはねやっぱりそのフレームのアビリティでガッと集めちゃうだとか、まあそのあたりはね結構バランスはフレームのアビリティで取るべきなのかなっていう印象なんですよね。ただ確定毒ってことで、コーパス性っていうのは毒にめちゃくちゃ弱かったりするし、今回の最後のレベル100のステージなんかシールド増強なんでシールドいっぱいあるけどヘルスめっちゃないみたいな、まあそんな感じのステータスに敵はなってるんで、まああの確定毒ってことで、あのバシ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 毒針を刺すだけでバイバーイっていうことになるわけですよね。で結構あえて今回はわざと大量の敵を相手にするようなムーブというか、まあ状況を作り出してねやってて、まあさすがにああいうトレジャラーとか、まあボスに持っていく武器ではないな感はするんですが、これ毒と感染と放射線っていうね対コーパス属性を3つ付与することも現実的に可能だったりするので、そこでヤレリの切断をね持ったアビリティとかを兼ね合わせると、まあこれはこれで、あ強そうだなっていう感じ結構あると思うんですよ。まあさすがにトレジャラをねアクリットで狙ってる時にバカスカバカスカ地面叩いたりとかしてきたんで、まあそこはねレベナントの4番と、あとなんかいつの間にかヤレリのアビリティで死んでたチーンみたいな、そんな感じですけれども、まああいつはさておき、クラウンはさておき、まあこういったねコーパスの雑魚勢は、まあシールドを破りながらでもいいですし、ヘルスに直接アプローチしながらさらにアビリティでダメージを与えられるような、だからまあアビリティに関しては自分で発動して何かするんじゃなくて、一回発動したらなんか仕事してくれるみたいな感じの方が結構いいかもしれないなっていう感じですね。まあそういう意味ではやっぱりその持ちつ持たれつみたいなバランスをお互い取りながらの、まあ戦いになるのかなみたいな、そんな感じなんですよね。まあアクリットって結構その本当にこれ使うんだったら全然他のセカンダリ使った方がいいですよね集すごいんですよね。まあただね、今回この動画でねなんかちょっと伝えたかったのは、やっぱりウォーフレームってモッド云々でどうにかなるし、最近はねセカンダリもプライマリもはい強くなりましたみたいな、まあそんな感じもあるし、で結構その銃とか武器1本でどうこうしようみたいな風にやっぱ考えたいし、あのそれできたらかっけーみたいなのもあるじゃないですか。やっぱでもその中でもフレームとのアビリティ、例えば単純に火力バフを上げるだとか、まあそういうのによってその武器の強さって変わるんですよみたいな、まあ先日バロクチが持ってきたハリカーレイスとかも、まあなんこの武器とか言われてるし、でもあれもやっぱ強かったりするし、このアクリットに関してもあのこうやって見ると、あフレームとのアビリティ合わせると結構なんかクリアとかできちゃうんだなみたいな、まあそういう印象を持っていただきたいなって思ったんですよね。だから俺がいつもそのウォーフレーム内に弱い武器ないよとか、最強ってないんだよみたいな風に言う場面結構まあたびたび聞いたことある人もいると思うんですけれども、まあこれからも言っていくつもりだし、まあそんな中でステージに合う合わないはまあとりあえずちょっとこの際置いといて、今回このねステージが連なって、まあ俺も当時作るまではランダムですから何が来るか分かんないけど、あアクリットでいけそうだなって思ったら本当にいけちゃったりするんですよ、うん、まあそれはねあのモッドの育成がされてるとか、その例えばヤレリのねヘルミンスのあれが、まあ、付与できるようになってるだとか、まあいろいろ環境の違いはありますけれども、環境が整うことによってまあ
いろいろとそのできることの幅、そしてクリアできちゃったりするんだなっていうのをなんかちょっと知ってほしいなと思ったんですよね。ちなみにここ失敗してるのはもうちょっとコンソールいじんの疲れてなんか忘れてんなと思ったら、あの扉の向こうからカメラを破壊するのを忘れてたというあのオペレーターの全リリックだとそれがちょっと壁貫通の効果があるんでそれができちゃうんですけど、それをすっかり忘れてましたね。うん、まあそれはさておき、まあこんな感じで敵がね大量にいたりすると結構パシャ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 エイムせずに撃つのも結構楽しかったりするんですよ。まあなんかねそういった使い方もあるんだなみたいな、こいつソーティーいける武器だったんだなみたいなそんな感じの動画をね、動画からねそんなメッセージを受け取っていただけたらめちゃくちゃ嬉しいなと思います。はい、今回持ってったモッド構成はこれ第3ステージのやつですね。まあ感染とかいろいろとね発動させつつ、状態上 の持続時間が 200% っていう増強モッドがあるのでそれをつけても面白いかもしれないですね。ただエクシラスバグがなぜかマデュライなので、まあこれは弾薬ピックアップモッドとかに変えてもいいんじゃないかなと思います。まあかなりモッドの遊び幅は広いと思いますね、アクリット君は。まあそんな感じ。あとこれはレベナントですね。でヤリリのアビリティを実装してるんですけど、威力重視の効果時間ライノスタイルですねなぜかヤリリのを強くしようと思うとライノスタイルになるという、まあ効果時間上げるとバカに長いんでね、これもう本当にエネルギーの元も取れるぐらいの勢いで使えちゃう優秀なアビリティですね。はい、そんな感じでございました。ハビネスダークのハビネスでした。ご視聴ありがとうございます。こちら画面にある通りね、まだまだたくさんの動画ありますし、こういったねまあいろんな武器での紹介動画的な感じのものもね発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録やコメントで応援していただけると嬉しいです。またね、バイバイ。